信頼口座とは人と人との間に個人的に解説される信頼を貯める口座です。信用されることをすると残高が増えて、信用を失うことをすると残高が減ります。十分な信頼貯金があれば、配偶者に協力してもらえるし、取引先に仕事を依頼してもらえるし、家族、友人、仲間と豊かな時間を過ごせます。結果的にお金の悩みがなくなっていくわけです。信頼はあらゆる成功の土台なんです。信頼の貯め方ポイントの一つ目、約束を守る。守れない約束はしない。約束したことは守る。ただそれだけで皆さんの信頼口座の残高はぐんぐん増えていきます。 逆に何か一つ約束を破ってしまった場合には、信頼口座の残高が減ってしまうんだと、イメージしてみましょう。二つ目、自分が先に相手を信頼する。勇気を持って相手を先に信頼すれば、周りに信頼に足る人が集まるし、たくさん信頼されることになります。リスクがあるのはもちろんですが、あえて自分が先に一歩を踏み出す。そのことが信頼口座の残高アップにつながります。三つ目、手間暇をかける。 人は普通、時間、お金、労力っていった重要な資源をたくさん配分してもらえると嬉しくなるんですね。手間暇は他者に対する愛情表現とも言えますね。信頼口座の残高をアップさせるのは、あなたは大切な人ですっていうメッセージなんですね。細かいところにこそ気を配りましょう。